はい、皆様こんにちは。10月の13日午後1時2分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第1部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、皆様申し訳ございませんね、今日の朝方に、ビットゲットさんの、FX とコピートレードのね、やり方、流れ動画をね、上げさせていただきましたけれども、朝ね、8時ぐらいに、ちょっと終わったような形になりまして、ちょっと先ほどまでね、寝ておりました。11時半ぐらいまで、ちょっと寝ていたので、ちょっとね、収録時間が押しておりまして、本当にね、申し訳ございません。ですから、配信時間がね、ちょっと3時、4時ぐらいに、なっているかなというふうに思っておりますけれども、そこはね、ご了承ください。で、昨日ね、今日の朝、この動画の1個前ですよ。国内の取引所から送金を始めまして、コピートレード、今開いておりますけれども、ビットゲットさんですね、真ん中の真ん中、ビットゲットさんというのがありますけれども、ここのね、FX、あとはコピー注文、コピートレードのやり方動画を上げておりますので、もしね、ご興味がある方がいるんであれば、ここをね、参考にしていただければ、もうほぼほぼ滞りなくできるような形になりますので、よろしくお願いいたします。はい、結局ね、冒頭部分で10分15分で言っていたのが、やっぱりね、国内取引所からの送金だとなかなか時間がかかる。1時間ぐらいのね、結局動画にいつも通りやねえか、お前という形で、1時間ぐらいの動画にね、なりましたけれども、そこもね、ご了承いただければと思いますので、一応チャプター分けはしてますから、例えば、送金部分はわかるよという方がいるんであればね、そこはチャプターで飛ばしていただいて、で、この下にある契約っていうのが FX 関係。そして、その右側、コピーオーダーというのがありますけれども、これがコピー注文でございますね。はい。というふうになっておりますけれども、一応ね、ちょっとね、大事なことを、お伝えしておくのを一つだけ忘れて、おりました。申し訳ございません。ですから、ここでちょっとね、お伝えをさせていただこうかなというふうに思っております。で、これ私のアカウントになるんですけれども、いいですか？コピー注文のね、方、例えば、どうでございましょう。あちら、このトレーダーの方がね、レバレッジですよ、レバレッジ。トレーダーの方が、どういうレバレッジにしているか、わかんないじゃないですか。例えばポジションを取るときにね。で、そのときに、いいですか、個別で、要するに自分自身のレバレッジと、このトレーダーさんのレバレッジっていうのは、違うように、設定することができます。で、一応開きましょうかね。コピーオーダーっていうものを開いていただいて、いきますよ。今この状態であれば、この方、ビットコインからすべて、ビットコインキャッシュまでね、今これ、押してますけれども、すべてこれ、このトレーダーの方がポジションを取るとき、この通貨すべてに関して、コピー注文が出るような形になります。で、例えば、このね、方が、ビットコインだけ注文を出したときに、そのビットコインだけのコピートレードをしたいよという方がいるんであれば、こういうふうにしていただければいいです。で、例えば、イーサリアムとリップルも、追加したいよというふうに思っている方がいるんであれば、こういうふうにしていただければ、このトレーダーさんがね、イーサリアムとリップルも、オーダーを、要するに、トレードしたときに、自分も真似てね、そのポジションが取れるような形になりますけれども、レバレッジの問題がありますよね。トレーダーさんが、例えば125倍でやっているのに、自分も125倍になってしまったらダメだとかね、わかりますよね。レバレッジ調整っていうのは、必要になってくると思います。で、それをどういう風にやればいいかっていうのをね、お伝えしておくのを、ちょっとこうね、配信の中で言うのを忘れておりましたので、今ね、追記で言っておきましょう。で、どうするのが、どうするかって言いますと、例えば今こういう状態、ビットコインだけをコピー注文、真似たいよという方がいるんであれば、いいですか、まずね、契約の方に戻っていただきます。で、ごめんなさいね、今開いてきて、これ私の、アカウントの方になります。ちょっとごめんなさい、テザーが入っているので、ちょっとこうね、ご了承ください、ここはね。いきますよ。で、これ全資産じゃない、大丈夫でしょうね。この契約というところを開いていただいて、ここ、今この状態であれば、上、分離ってなってますよね。分離になってます。で、要するに契約の方でもう全部設定をしてくださいってことです。そして、コピートレードの注文を出してくださいね。コピートレードの、トレーダーさんの部分を押していただければ、フォローをするというところを押していただければ、そういう自分は個別でレバレッジが設定できますから。OK ですか？ですから、今この状態であれば、ここね、掛け語を、どうでしょうか、上から下、オーダーをというところの右側、押していただくと、ロングとショートのレバレッジっていうのが個別で設定できる形になりますから、今これだったら、ロング5倍、ショート5倍というふうに設定してます。ですから、例えば今この状態でね、いきますよ。ビットコインですよね。テザーです。で、出しませんけれども、例えばコピーオーダーというものを押していただいて、OK です。こういう状態にしていただいてね、昨日動画の中で、説明をした通り、ここ固定額であるとか、あとはリスク管理の最大というところを、数値設定していただいて、フォロー、一番下のフォローというのを押していただくと、先ほど言いました、レバレッジは5倍で、5倍で、こちらトレーダーさんが何倍のレバレッジをかけていたとしても、私自身は5倍で、コピートレードが取れるような形になりますので、ここはね、ちょっと、
昨日お伝えをし忘れておりましたので、今追記でお伝えをさせてください。よろしくお願いします。で、これは通貨ごとに個別でやんないといけないです。 OK です。ですから今この状態だったら3つ、ビットコイン、イーサリアム、リップルにしましたよね。で、今ビットコインは5倍なんですけれども、他の例えばイーサリアムであるとか、これはクロスの20倍、上見てください、クロスの20倍になってますので、例えばイーサリアム分離の、例えばじゃあイーサリアムだけは20倍にしておこうかなっていう風な形に、したいんであれば、これ、この状態で、コピー注文を、あの方をフォローしていただければ、あの方がイーサリアムのポジションを取った時に、自分自身は20倍のレバレッジをかけてポジションを取るような形になる。はい。リップルに関して言うと、これもクロスの20倍ですから、リップルはじゃあクロスの例えば50倍でいこうかいな、みたいな形でね、したい方はこういう風にしていただければ、コピートレードをした時に、注文が通った時に、私自身の、ポジションは50倍のクロスのレバレッジがかかった状態でコピー注文が通るような形になりますので、これはね、大丈夫ですか？注文ごとに、やっていくような、形、通貨ごとにね、やっていくような形になりますので、ここの設定はね、し忘れないようにしてください。よろしくお願いいたします。はい。一応そこのね、部分だけはお伝えをね、しておくのをというふうに、こちら、私の船員の方、方がね、言って、くださいましたので、追記で、よろしくお願いいたします。で、そこに関してもね、詳しい話が、知りたいよという方がいるんであれば、昨日の、その、ビットゲットさんの配信の中でも言いましたけれども、テレグラムのね、ここ、パイナポービットゲット分室っていうものを作ってますから、元々のパイナポー TV っていうものは1500名ぐらい、船員の方がいらっしゃいます。で、今ここ、ビットゲットさん、専門の部屋になってます。ですから、コピートレードをしたい方が、結構いろんな情報を、ね、集めたりすることができる。あとはビットゲット全般に関して、まあ質問ができるような状態になっておりますので、今ね、もう238名の方が、ここは参加をね、していただいておりますので、もしね、気になる方がいるんであれば、ここに参加をしていただければいいかなと。で、招待制になってますから、パイナポー TV、パイナポー TV の方に、テレグラムの方ね、私、コメント欄に貼っておきますので、テレグラムのリンクの方を、そこに入っていただいて、ビットゲットの分室に入りたいんですけど、みたいな形でね、言っていただければ招待が、届くようになると思いますので、そこをね、チェックしていただいて、入っていただいて、押していただければ、入れるような形になりますので、よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでしょうかね。で、あとは、今見ましたけども、ビットゲットさんね、大丈夫ですかね。コピートレードのレバレッジも個別で自分で設定をしないといけないので、ちょっとその手間はね、かかるんでございますけれども、一回ね、ちょっと低い金額で、お試しでやってみるのをね、お勧めします。何回かやれば、もうすぐ、わかると思いますので、特に FX とかの取引はね、ものすごく簡単。で、コピーオーダーもね、もうボタンをポンポンポンと押していくだけでございますので、簡単に、設定ができますのでね、よろしくお願いいたします。はい、詳しい内容は、今日の朝方あげたビットゲットさんのね、動画の方で、ある程度説明はしておりますので、すべてわかるような形になるでしょう。よろしくお願いいたします。で、あとは、なんか、情報が、ベータがイノベーションゾーンに、イノベーションゾーンに上場している通貨が何通貨かありますね。まあ今ね、ビットゲットさんが本当にね、勢いがある、仮想通貨の取引所になってますよ、皆様。デリバティブ市場では、5、6、7位あたりを、こうね、入れ替わり、みたいな形になっておりますけれども、今後ね、このビットゲットさんが、取引所として、大きく成長して羽ばたいていくようなね、まあ気がしておりますので、使いやすいですのでね、もしよろしければ、私の、これは動画の説明欄、動画の説明欄の方に、あちらリンクをね、貼っておきますので、もしよろしければ、皆様アカウントお持ちでない方はね、ご活用いただければ嬉しい限りでございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それでは、ごめんなさい、今日の朝のね、ビットゲットさんの動画のちょっと補足になりましたので、よろしくお願いいたします。そして、今日の内容なんでございますけれども、重要ニュースがお二つと、あとはチャート分析がビットコイン、そしてイーサリアムですね、そして、ネム、そして BNB、はい、そして、クラウンズ CWS ですね、そして最後締めくるのはアバランチーで行ってみたいと思います。皆様、週中水曜日のビットマン TV 第1部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッツゴー！お願いいたします。はい。まあね、昨日ね、てか今日の朝方ね、ビットゲットさんの動画、作りましたよ。やっぱり私もね、10分15分で、まとめていきたいなというふうに思っていたんですけれども、やっぱりね、こうね、初めてやられる方とか、特に FX 関係ですよ。まあ、現物はすぐわかると思うんですけど、FX 関係ね、初めてやられる方、やっぱり不安でいっぱいでしょうから、やっぱりそのレバレッジの話であるとか、クロスとか分離ってなんじゃろおい、みたいなね、感じで思ってる方多分いっぱいいると思いますので、やっぱりそこら辺もね、ちょっとこう丁寧に、もう、あの動画を見ていただければ、もう、普通の FX であるとかコピートレードは普通に困ることはない状態でできるかなと思いますので、まずはじめはレバレッジとか、ちょっと、かける金額。
ちょっと低めにね、設定をして、ボタンを押しても別に爆発はしません。大丈夫でございます。私がきちんと確認をしておりますので、ちょっとこうね、低めに設定をして、お試しで一回やってみるのがね、一番いいんじゃないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。で、あと私のね、リンクを、ご活用いただければ、一応、取引手数料は、10%、永久無料という形になっておりますので、ここもね、使いやすいような、形になっているかなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。で、今ね、一応お伝えしておきましょう。なんと、皆様、なんと、308名の方に、リンクをご活用いただいて、ビットゲットさんの、アカウントを開設していただいた方がね、もう308名の方がしていただいたような状況になりますので、ぜひともね、取引の方もしていただけたら、これ嬉しいかな幸せでございますので、ちょっとね、こう欲張りマン TV 的な形になっておりますけれども、よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいね。ちょっと案内が長くなってしまいました。で、あと一つだけすいません、すいません。KCGI、トレーダーの大会がありますよね。あちら、は、来週に動画を一本、あげます。どういった概要でやりますよっていう、動画をあげます。で、これは、まあ、ほら、FX とかコピートレードみたいなさ、やり取り動画じゃないので、結構、これこそ本当に15分ぐらいでまとまるような動画に、一応どういった形でエントリーできますよっていうふうなね、ことをお伝えして、ということで、作っていこうかなと思っておりますので、来週ももう一本だけ、まあ、これは早いかな。本当に15分ぐらいで終わるような動画を一本作りますのでね、よろしくお願いいたします。はい、それでしたら、本日の重要ニュース、行ってみましょう。まずはこちら、いきまーす。ちょっとね、って思うようなニュースが一つ上がってきておりますよ。まあ、二つありますからね、よろしくお願いしますよ。ビットコインの先物 ETF の判断が、2022年まで先送りの可能性もあるというふうに、専門家の方が分析をしております。で、上から下に行きましょう。延期の可能性もということですね。アメリカの SEC が審査するビットコインの先物 ETF に対する、思惑が先行する中、早ければ、今月中にも最初のね、審査結果が出る見込みであるが、ごめんなさいね。一部専門家は、2022年にずれ込む可能性があるとの見方をね、していると。で、アメリカの金融、経済番組、CNBC の ETF 関連特集、ETF エッジに出演した、世界的大手投資、リサーチ企業へのアナリストの方は、以下のコメントをね、披露したということですね。で、過去に、いいですか、アメリカでビットコインの ETF が、承認されたことはないと。で、SEC は現在、複数の企業が申請した現物運用の ETF と、先物運用の ETF について審査を行っているということですね。で、バンエック社の最終可否判断日は、いいですか ?21 年の11月14日となっているが、ビットコインの先物 ETF では、プロシェアーズ社の申請判断が21年、今年の 10月18日前後にね、迫っているとされると。ですからもう、あともうすぐですよ、皆様。あと5日後ということですね。で、SEC の姿勢が、これまでと比較して、軟化しつつあるのもポイントだと。で、行きましょう。 SEC のゲンスラー委員長はビットコイン先物 ETF の審査について、先日前向きにね、言及したことが注目を集めたと。で、また最近ではビットコイン ETF と、比較的に似た性質を持つ、これはニュースに上がっておりましたね。一応取り扱ってはないんですけど、仮想通貨、ブロックチェーン関連 ETF が相次いで承認されていると。で、このため、早ければ年内にも、ビットコイン、先物 ETF がね、実現するのでは、との期待感がね、高まっており、直近のビットコイン市場でも、相場でも、思惑、先行の節が見られるということですね。しかし、いいですか?この、ローセンさんですか?この方は、冷静な見方を崩していないと。2022年に、アメリカの暗号資産規制がね、より明確になることを根拠に、複数の先物 ETF が一斉承認されるのはその後になるというふうに言ってますね。で、その、見解を示したと。ですから、まあ、2022年にずれ込むんじゃないかというふうに言ってます。この方は。で、今回の最終判断が再び保留され、2022年以降にね、もつれ込む可能性も十分あると見ているようだということですね。で、行きましょう。SEC のこれまでの審査状況を考えると、見ると、最大240日の、猶予期間を費やすのがスタンダードで、最終審査で不合格となった場合は、ETF の仕組みをね、再構築した後、再び SEC に申請し直す必要があると。で、仮想通貨投資企業、パンテラのダン CEO は先日、ビットコイン ETF について、行き過ぎた思惑先行に対する警戒を呼びかけたということですね。はい。ですから、今月中にあるかどうかはということでございましょう。わかんないよと。で、SEC が懸念するリスク。ここは見ておきましょう。ETF を申請する企業の一つである、バンエック社の、アソシエイトである、ジャン CEO は、同じ CNBC の番組で、SEC が、主に懸念をしているのは、ここですよね、重要なのは。
ビットコイン現物市場と先物市場の価格、乖離でしたよね。乖離。はい。そしてファンドの運用制限、およびクロスボーダー投資といった要素だと。で、SEC はビットコイン現物市場への監視をね、必要としていると説明。で、SEC のゲンスラー委員長が過去の審査否決時に、ビットコイン現物 ETF は、現物運用リスクがね、高いと指摘したことが背景にあると。まあ、ボラティリティも高いですからね。うん。で、また、まあ、ルールもないですしね。まだね、規制がね、ちゃんとしてませんから。やっぱり、現物はまあ、来年以降に持ち越しでしょうね。うん。で、また、仮想通貨市場について、ゲンスラー委員長は、取引所の登録制度や、うん、ステーブルコインへの規制などにも注目しており、着目しており、規制強化の意欲をね、強調してきたと。で、コインベースの、USDC 貸付サービスに対して有価証券違反にねなりうると警告したことがその一例だということですね。で、一方を、うん、仮想通貨については禁止するつもりはないと、うん、仮想通貨を全面禁止する中国とは同じ道をたどらないとの意見もね、意思も表明していることなどから、今後も議会が、うん、明確に定義や管轄を定めない限り、リーガルアクションというこれまでの手段を取り続けていくことが見込まれているということでございます。うん、まあ、ですから最後はね、ゲンスラーさんの話になりましたけれども、まあ先物のね ETF ももしかしたら来年に持ち越しになるかもねと。ただ10月18日がものすごく重要なね日になる。その前後の日がね、まあ前の日が、うん、重要になりますので、ここは注目をねしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、次行きます。次はこちら、ちょっと飲ませてください。はい、行きましょう。ビットコイン6万ドルのレジスタンスは史上最高値の前の押し目買いチャンスなんじゃないかというふうにね、一点、うん、ちょっと良さげなニュースが入ってきておりますよ。行きましょう。ビットコインの流動性が変化をしておりまして、これは押し目買いの機会をね得ることを意味しているかもしれないと。で、マテリアルサイエンティストが12日に指摘したように、うん、オーダーブックの動きは現在、8月の行動をね繰り返していると。で、強気をね後押しするオーダーブックいきましょう。はい。ビットコインが2万9000ドルの安値をつけた後、ルネッサンスの月となった8月は、横ばいの9月にね、入る前に強気の見方が広がっていたと。で、業界の間でアップトーバー、オクトーバーをアップトーバーともじったものと、アップトーバーと呼ばれる10月は、だから、10月はね、やっぱりね、上昇基調になりやすいんですよ。で、11月、12月も、まあ、11月は、下落することがちょっとあったのかな。で、12月はまた盛り上がりがということでございましょうね。はい。アップトーバーと呼ばれる10月は、オーダーブックのデータがね、強気のムードを証明していると。で、マテリアルサイエンティストは、6万ドルのレジスタンスは、8月以来、6万ドルはやっぱりレジスタンスラインとして意識されます。で、8月以来、価格の 20% 以内で、アスク、いわゆる売り値とビッド、買い値がね、入れ替わったとコメントをしたということですね。で、もし拒否されたら、最高値への道のりの中でいい押し目買いの機会になるだろうと。だからレジスタンスが拒否されたらということでございましょうかね。突破してきたらということでございましょうね。6万ドルはいい押し目買いのチャンス値位置になりますよ、ということでございますね。はい。一回ぶち抜いて、落ちてきた場合は6万ドルがいい値打ちですよということでございます。 OK ですか。一発で抜けて最高値だから、6万ドル一発で抜けて、一発で史上最高値の6万4000ドルから6万5000ドル行くってわけじゃないってことも多分この方言ってると思うんですよ。ですから6万ドルを超えて売り圧がかかって落ちてきます。で、6万ドルでのサポート、ここがいわゆる押し目買いのチャンスになりますよというふうに多分言ってると思います。で、言い換えれば、ドル建てのビットコインが6万ドルに近づいたことで、より多くの売り手がビットコインの高値、スポット価格の 20% 以内、高値を要求しているということだということですね。で、他のユーザーが付け加えているように、ビッドオーダーとアスクオーダーの間のダイバージェンスは、スポット価格のトップとボトムと、一致をしており、スポットというのは現物価格ということです。のトップとボトムと一致をしておりまして、現在のプライスアクションに対する楽観的な見方をね、さらに強めていると。で、行きましょう。数ヶ月後のレジスタンスは重要ではないと。一方、基本のようにアナリストの間では、潜在的な調整がね、いつ起こるのか、またどこまで広がるのかについて意見が分かれていると。で、まあそうですよね、調整がね、これ、史上最高値行く前にやっぱり起こりそうですけどね、調整はね、一旦バチェーンとね。で、行きましょう。4万5千ドルという安値の可能性がある中でも、調整が入った場合ということでございましょうか。だから4万5千ドルはものすごく重要ラインということです。で、全体的な売り意欲がね、不足しているため、ビットコインは、史上最高値に、向かって上昇すると投資家は予想するということですね。で、トレーダー兼アナリストのキャピタル氏は12日、マクロ的には、まあ、広い目線で見ると、ビットコインはね、サイクルの第2部に向けて準備していると。ほう、第2波が来るんじゃないかと。で、ビットコインは史上最高値を更新する前のね、最後の主要なレジスタンス領域に今ありますよというふうに話しておりますということですね。で、短期的にはこの抵抗エリア、レジスタンスラインは、レジスタンスエリアは重要かもしれない。
しかし数ヶ月後にはそうではなくなるだろう。これはいいことですね。そうではなくなるだろうということはもう突破してきて過去のものになっていくんじゃないかというふうにこのキャピタル氏は言っているんでございましょうかね。そういうふうに見受けられますけれども、まあそこに行くまでね、史上最高値に行くまでにね、やっぱり調整っていうものを挟んでいく可能性がありますし、やっぱりショートを溜め込んで一気にぶち上げをね、狙っていきたいクジラ様とかそういった方々もいるかもしれませんから、ここはね、ちょっとそのショートを積み上がるっていうのをちょっと待っているフェーズでもあるかもしれないなっていうのね、意識をしておいてください。で、調整はね、ちょっと注意をしておきましょう。一回下げてきたら調整が入るとやっぱり下目線が強くなって、逆に戻ってきた時のね、さらに調整が、あ、ごめんなさい、ショートがね、積み上がってくるような形になるでしょ。また落ちてくるだろうと言ってショートをかける方がいらっしゃいますので、そういった形で積み上がっていってからのぶち上げで、いわゆる、ショートの方々のね、いわゆる損切りを発生させてバーンとね、一気にブレイクをさせて史上最高値までズドンという形もあり得ますからね、ここは注目をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の重要ニュースは以上となります。そして行きましょう行きましょう、本日のチャート分析、パパフーパパフーパパフー、いや、お願いいたします。お願いいたします。いきます。いっちゃいます。はい。まずは、こちら、ビットコインですね。いきまーす。はーい。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、56,200 ドル付近を、推移しているような形になっております。はい。で、日本円で言うと、639万円あたりですね、を動いているということですね。で、日足で今見ていただいているんですけど、これね、まあ、右上がりの、上昇チャンネル内を依然として推移しているような状況でございますから、強気相場がね、別に、変わったわけではないです。昨日ね、下落をしてきましたけれども、別に強気が変わったわけではないよと。で、下髭の長さを見るとね、やっぱり、買い圧が、まあ、買い意欲がね、強いということで、パーンと跳ね返ってきております。ですから、この下落、ごめんなさい、上昇、下落チャンネルって言いましたか？上昇チャンネルですね、すいません。上昇チャンネルの、カタンチが、きちんとサポートとしてね、機能してきて、やっぱり買いが入ってきて、ガーンと戻ってきておりますので、これは、完全に上昇チャンネルが意識されているでしょう。そういった意味合いでも、強気が継続中よということでね、見ておいていいんじゃないかなと。で、MACD 線も右上がりで申し分ないんでございますけれども、やっぱり一つ気になるのがここ。昨日も申し上げました通り、ここね、4時間足レベルの価格、ロウソクと、ちょっとラインがごちゃごちゃしてますけどね。ちょっとこれ、修正できるものはちょっと修正しておきますね。今このフェーズだけ見ておけばいいので、ごめんなさいね。このロウソクと、わかります？右上がりですよね。ですけど、ここ、MACD 線が右下がりになっていて、ダイバージェンスを起こしているので、ちょっと、あ、ちょっと矢印欲しいですね。先ほど言いましたように、もしかしたら相場感がちょっと変わってね、調整がぐっと入ってくる可能性がありますよっていうのは、意識の中に留めておいてください。OK でございますか？で、まあ、調整入るんであれば、やっぱり、ここね、上昇チャンネルを下に抜けた場合、実践として、ね、ロウソクきちんと実践としてつけていっちゃうと、ずるっと下に落ちてくる可能性があります。で、その前に、4時間足レベルの雲がね、支えになる可能性もありますし、この下、右下がりのこのラインでございますね。これ、わかります？はい。あ、ごめんなさい。まあ、ほぼほぼ平行なんですけど、このラインでございます。ちょっと雲消しましょうか。わかりにくいので。はい。これは5万3000ドルの9月7日の、レジスタンスラインになります。はい。トップで頭を押さえつけられた、値位置になりますけれども、5万3000ドルっていうのがね、一つ、となるかなと。で、そこを割れ込んでしまうと5万1000ドルぐらいまで落ち込むような形になりますので、まあ5万1000ドルぐらいまでの調整はあるかもしれませんから、そこはね、注意をしておいてください。ですから5000ドル幅ぐらいでの下落がね、あるかもよと。で、でもこのね、下髭ポーンを見ると、5万1000ドルでの買いはね、またまた、強く機能してくるんじゃないのかなと、強く入ってくるんじゃないのかなというふうに思いますので、5万1000ドルぐらいでね、差し値を置いておいてもいいんじゃないかなと。調整落ちでの反発狙いでいくならば、5万1000ドルはいい形になるんじゃないかなと思いますので、ここはね、まあ長期保有目的で見ていこうかなと思う方は、分割で差し値を置いておいてもいいんじゃないかなという風な感じがしております。で、5万1000ドル割れてしまうと5万ドル、まあ、4万9600ドルですよね、黄色いラインで割れ込むと、ちょっとね、もうかなり嫌な雰囲気が流れますけれども、最終的な防衛ラインとしたら、やっぱり、まあ、最終的なと言いますかね、まあ、4万5000ドルっていうのが、おそらくもう一回意識は落ちてきたら意識はされますでしょうから、これはこのラインです。右上がりの黒いラインなんですけれども、いいですか、レジスタンスからのサポートとして転換しているラインですから、この右上がりの黒いラインはかなり重要ラインとなりますからね。ここを割れ込むと、ちょっとやっぱりこう嫌な雰囲気で、4万5000ドル付近です。で、そこをね、割れ込んでしまうと、やっぱりこれですよ。日足レベルの200日の移動平均線も割れ込んでしまう形になりますので、さっきニュースで見た通り、4万5000ドルを割れ込んだらちょっとということですね。これはもう調整レベルじゃなくて、弱気相場突入というね、サインになる可能性がありますので、そこはもう最終防衛ラインとして、4万5000ドルっていうのは意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、それぐらいでしょうかね。一旦の調整レベルで言ったら、5万1000ドルぐらいまでの瞬間的な付けは、落ちはある可能性がありますのでね、そこは意識をしておきましょう。はい、次行きます。次はこちら、ポチッとな。行きます。行っちゃいます。ビッツコインがキングなら、
イーサリアムはクイーンでございます。うざお願いいたします。お願いいたします。いきます。はい、イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が$3,500を推移しているような形で、日本円で言うと39万7000あたりをね、まあ動いているというような状況でございます。で、この通貨に関しては、どうでございましょうかね。まあまだね、これね、逆三尊がね、こうまだ意識できるような形にはまだギリギリなるんじゃないかなと。ここからぐっとね、上に上がってくれればなるんじゃないかなというふうに思っておりますので、まあ逆三尊成立させるためにはね、まあどうでしょう、ちょっとこうネックラインを考えると、このねちょっとこう斜めのラインを引かないといけないんですけども、まあそのネイチ、まあ上がってきたらね、またお伝えをしておきましょう。逆三尊的なものが形成されるような形もしますからね、ちょっとイーサリアムは、期待が持てるような形が作られそうだなという感じだなという感じですけど、ビットコインが大幅調整を行った場合は当然ですけど、イーサリアムも下がってきます。ビットコインが下落してるのに相関性を持たない通貨というのはないです。でもビットコインが上がってきているのに相関性を持つっていう通貨もないんですよ。わかります。ですから上がりに関してはビットコインが上がってきているけどついていくっていうのがなかなかないですけど、下げに関してはやっぱりついていく相関性が出てきますので、ここは注意。だからビットコインが落ちてきたら、アルトコインもね、イーサリアムも全部落ちてくるような形になりますからね、ここは注意をしておいてください。で、イーサリアム、まあ、とにかくね、展望としたらあまり変わりませんけれども、まあ、4時間足レベルで見ていくのがいいのかなと。高値、まあ、このラインは、この右下がりのラインは何かって言いますと、いいですか、これ4時間ではないんですけど、日足レベルでここ、高値をね、結んだラインになります。ずーっと高値を結んだラインで、これをね、実践として抜けそうな感じになってますから、いいですか、これ実践として抜けそうですから、4時間足レベルで、もうそうですよね、実践としてこの右下がりのラインをね突破しそうな形になっておりますので、少し、チャンスというか様相がね良くなってくるかもねと。また$3,560以上に、値段が回帰してくるかもねっていうのは意識をしておいてください。よろしくお願いします。で、ここで、ね、様相が良くなってくるのは当然何遍も言ってますけど、この右上がりのライン、これは上昇トレンドラインになります。はい。強気のトレンドラインですね。右上がりのトレンドラインになりますから、このライン上に回帰してきたら、これは前も言いましたけど、短期並びに FX 勢は、ロングチャンスとして捉えておいてもいいですよということ。ですから、ドルベースでいくと、$3,700ぐらいをつけたら、ロングインをしていただいて、$4,100ぐらいですか、今で言うと。ぐらいを狙っていくような、上昇のね、この右上がりの上のラインは何か。これも、頭を押さえつけられていた、上昇の、前いわゆるトレンドラインになりますからね。ここまでの、タッチは、裏タッチです。これ前に戻りますと、ずっと効いていたサポートとしても機能してるんですよ。上昇トレンドラインとして OK ですか。ですからこのラインの裏タッチぐらいまではこういった形で、裏タッチぐらいまでは上がっていくんじゃないかなと思いますので、$3,700付近から4000、今となっては$4,100ぐらいですかね、までの上昇は、見ていけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここは期待感込めていきましょう。入るんであればこのライン上に回帰してからですよ。右上がりの黒いライン上に戻ってきてからね、入っていくのがベストでございますので、よろしくお願いいたします。ですからドルベースでいくと、何遍も言いますけど、3,600、$50とか ちゃんと実践でつけたら入っていくのがいいかもしれませんね。よろしくお願いします。で、直近でいくと押されて落ちてくる場合は、三尊が成立しますので、三尊成立となってネックライン割れたらずるーっといきますので、OK ですか？そこは注意をしておいてください。ずるーっとね、落ちてきますので、その際は3000、ここね、長期の移動平均線の$3,280付近。と$3,175での長期保有目的の分割エントリーはね、ありでございます。反発狙いでの分割エントリーはありでございますので、$3,175は短期並びに FX 勢もありかなという感じがしますので、ここはね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、三尊注意、ブレイクしてきてからロングインをしていくっていうのがおすすめでございますので、よろしくお願いいたします。はい、次行きます。次はこちら行きましょう。行っちゃいましょう。皆様の皆様の大好きなアルツのアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。お願いいたします。お願いいたします。いきます。いっちゃいます。はい。次は、眠さまで、眠さまでございます。皆様来ました。はい。ロングチャンスに差し迫っていますよ、と、いうことでね、お伝えさせてください。はい。眠さまでございます。眠なんでございますけれども、ただいまの価格が$0.17付近をね、推移しているような状況になっております。日本円で言うと、19円ぐらいですか？を動いていると。で、この通貨に関しましては、高値をね、一応、ここ、これスナップショットがあった時ですよね。ここから下落をしてきて戻ってきた時の高値からずっと結んだラインをもうねブレイクしそうになってるんですよ。いつから聞いてきましたかねこれ。4月半ばぐらいからずっとね高値でこう抑えられていたライン、これねずっと抑えられていたラインを今ちょうど実践としてブレイク、仕掛けておりますし、これはもう一つ、いい要因ですよ。この黄色いライン上に今ね、きちんと乗っかってサポートとしてね機能して、いるような状況になってますから、クロスラインとして今もう少ししたらロングチャンスの場所ですよっていうのはね意識をしておいてください。よろしくお願いします。で、出来高もちょっとぐっと増えてきてますし、あとはこれね、ちょっと実践まで考えると
あれなんですけど、こういう右上がりのラインで逆三尊もね形成しているような感じになってます。ですからこういった形ですよ。逆三尊ですね、こういった形で。ですからぐっとこのラインまで上がってきてね、ブレイクしてきたら結構力強さが出てきてバチッとね上に抜けてくるんじゃないかなと思いますので、そこはね、意識をしておいてもいいんじゃないかなというような感じがしております。 OK ですか。ですから今とにかく、この眠に関しては、ちょっとロングインのチャンス場所にいますよというのは意識をしておいてください。よろしくお願いしますね。でここ、4時間足レベルで見ておりますけれども、あと雲とかはどうですかね。雲の邪魔は、雲はね、ちょっとこう雲の中に今突入してまして、黄色いライン突破して、だからもうちょっと待っていただいて 0.18 ドルぐらい抜けていったらね、短期並びに FX 勢は、少しのロングチャンスかもねという感じで捉えておきましょうか。でこの三尊、逆三尊ね、逆三尊が意識されるでしょうから、ここでの売りがちょっと意識されるでしょうからね、そこを突破してきてから、その上の 0.23 ドルという青いラインをね目指していくような形になると思いますので、まあ高値を結んなラインから入ってきたよという方であれば 0.18 ドルぐらいをつけてきてからロングイン、結構長い間聞いてましたからね、結構強さが出てくるでしょうと。でもうちょっと待っていけると、やっぱりこの逆三尊を意識する勢がいるかもしれないし、ここでのもたつきが嫌だよという方がいるんであれば、逆に 0.2 ドルをブレイクしてきてから、ここを抜けてきてからね、ロングインをしていただいて、青いラインをまずは狙っていくっていう感じでね、見ていくのがいいんじゃないかなというふうに思っております。であと一つはここ4時間足レベルでの出来高が急増グリッとしてるんですよ。わかりますよね、バーンと上がってきてます。ですけど金額に影響がないので OK です。もうちょっとしたらもしかしたら動きがあるかも、出てくるかもしれませんから、ここにはね注目をしておきましょう。 OK ですか。ネムに関してはそういった形ですね。もう少ししたら、ロングチャンスが来まして上に上がってくるんだけど、逆三尊のネックラインがちょっと意識されるかもねと。でそこを抜けていけば 0.23 ドルぐらいまで上がっていく、ブレイクしてくれば 0.32 ドルぐらいまでの上昇はね見ていけるでしょうということで、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。だから、まあ青いラインとか、あとオレンジラインでね、きちんと利確を挟んでいくのがベストということで、よろしくお願いします。もう少ししたらチャンスよということですね。ネムに関してはよろしくお願いいたします。はい。そして次見ていきましょう。次は BNB バイナンスコインをね見ていきたいと思います。いきます。ポチッとな、来ました、皆様。はい、バイナンスコイン BNB でございますね。これもう言っておきますよ、逆三尊形成成立しましたね。逆三尊成立、そしてさらにいいことに一気にぶち上げてきましたね。オレンジの上から2番目のオレンジのライン、抵抗線として効いてました。これもブレイクしてきて、わかりますよね、レジスタンスとして機能しておりました。ごめんなさいね、ちょっと矢印が動きまくっておりますけれども、ここですね、レジスタンスとして意識、レジスタンスです。これを抜けてきました、一気に。でついでに逆三尊成立してますね、ここでね。はい。ですから力強い上昇が待っていた。でその勢いのまんま、いいですか、高値を結んだラインも突破してきました。どういうことか、三角持ち合いですよ。これは三角持ち合いブレイクっていう風に見た方も多分いるんじゃないかなと思いますので、今これはちょうどロングイン場所のねチャンスの値打ちにいるんじゃないかなという感じ。はい、見ます。高値を結んだライン、いわゆる三角持ち合いの上端値もブレイクしてきましたので、これ初動としたら509ドルを狙っていくのはね、今動きになってますよというのは意識をしておいてください。ですからこれはロングチャンスとして捉えておいてもいいでしょう。ロングチャンスでございます。はい。綺麗なね三尊形成をしているんじゃないかなという形がしておりますので、もう一回ぐらいバウンドしてもよかったんですけどもね、今509ドルを目指すような動きになっているでしょうから、ここに対する期待感をね持っていきましょう。でもし戻ってきちゃったら、まあ、4時間足レベルでつけてますから、ちゃんとねつけてますので、ぐっと上にぐっと上がってきて欲しい感じがしますね。で出来高もバチッと4時間足で増えてますから、ここからね、移動平均線が追いつくのを待って上に上がってくる様相になるでしょう。509ドルでの利確はね推奨でございますので、ここはね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。チャンス通貨になってますよということで捉えておきましょう。はい。次行きます。509ドルを抜けたら、次はどこでございましょうね。509ドルを抜けたらワンチャンこれ史上最高値、まで狙っていく可能性ありますからね。686ドルが史上最高値ですから、まあその前に600ドルとかね切り板系が、意識はされると思いますけれども、今上に、いい形で逆三尊成立してますよね。で高値を結んだラインも突破してきているということで、いい形に仕上がってますから、資金に余力がある方はね、短期並びに FX で勝負をかけていってもいいかもねっていうのは押さえておいてください。はい。次行きましょう。逆三尊成立よかったねーとね。で次は、CWS を見ていきましょう。CWS ですね、久々扱いますけれども、ぐんとね上昇してきていたので、おっと思いまして、 CWS ちょっとずるずるね5ドル付近までずるっと下げていってたんですよ。5ドル付近まで下げていってて、今ね、どうでございましょう、ちょっと持ち直してからの高値を結んだラインを突破してもね、あまりこう一気にぶち上げっていうのがなかったので、あまり意識していた方が、多くはなかったのかなという感じがしますよね。であとはこれ右下がりなんですけど、逆三尊成立としてね、見ていけるんじゃないか、それを突破してきてからの上昇におそらくなっているでしょうから、こういった形、で、そうですよね、右下がりの逆三尊成立からの、しかも青いライン
んが、わかります？これ、もともと私が設定しておいた、サポート、分割エントリーの場所として、設定をしておいたんですよ。で、ここをね、まあ、下抜けして、ずるーっと落ちてきて、持ち直してからの逆三存、ついでに形成をしたラインと、ここね、被って、ネックラインと被っているような状況になってますから、やっぱりこの青いラインをブレイクしてきてから力強さがズドーンと出てきたという感じになってますよね。ですから、この上げは、逆三存成立での上げ、として捉えておいていいんじゃないかなというふうな感じがしております。ですけど、いいですか？もう今握るのはもう遅いです。もうやめた方がいいよということ。なんでか、この 7.69 ドル、この上から2番目のオレンジのラインがやっぱりね、抵抗ラインとして効いてきますから、これはやっぱり上に上がってきた時のレジスタンスとして、もうつけているの分かりますよね。もともとサポートとしてガンとつけてました。ヒゲ、まで加味するとサポートとしてつけてましたから、この上から2番目のラインっていうのはね、まあ、ここもそうですよね。サポートになってますから、レジサポ転換線、サポレジ転換線というふうになってるんですよ。ですから、このオレンジのラインが抵抗線として効いてきますから、次もし短期並びに FX 入るんであれば、この 7.69 ドルを抜けてからの 8.4 ドルぐらい狙っていく。でも、値幅が狭いので、もうなるべくなら 8.4 ドルを抜けてからね、短期並びに FX で勝負をしていくのがいいんじゃないかなと思いますので、ここはね、注意をしておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、それぐらいでしょうかね。逆三存セールズで。あとは右上がりの上昇チャンネルをね、広い範囲で作っていく可能性もありますので、右上がりの上昇チャンネル。それを引いておいてもいいかもですね。広い範囲でいくと安値切り上げという状態。で、高値切り上げですから、上昇チャンネルがちょっとこうね、点線でたどりますけれども、意識されていくような感じになるかもなーですから、8.4 ドルを抜ければずっとね、ぐっと、この上昇チャンネルのラインだから10ドルぐらいまでは上昇してくる可能性がありますので、ここに対する期待感をね持っていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。今日の最後ですね、アバランチ見ていきましょう。アバランチでございますね。行きます。はい、こちらポチッとな。はい、行きましょう。アバランチなんでございますけれども、ただいまの価格が56ドル付近を推移しております。で、この通貨に関しては上昇チャンネルを描いていたんですけど、それを下に割れ込んで実践としてちゃんと今つけちゃいました。ですから、今、ちょっとこのね、上昇チャンネル内に戻ってくるのも億劫な状況になってますよね。ちょっと戻ろうとしてるんですけど、今ちょっと、ここ、短期の移動平均線とか、いわゆる移動平均線でね、頭を押さえつけられているんですよ。ですからなかなか戻りにくいところでございます。で、さらに言うと、雲の中にね、ちょっと、まだ確定はしてないんですけど、今この状態でステイしてしまうと、雲の中に突入した状況で、ロウソク足が確定してしまいます。次の日のね、ロウソク足が始まってしまいますから、ずるーっとこれ、ちょっとこう、このね、雲の片地まで落ちてくる可能性があります。ですから、44ドル、45ドル付近までの下落がある可能性がありますので、ちょっとこれ、は注意しておいた方がいいかもね、っていう風に意識をしておいてください。OK ですか？で、あと一つが、これ三存がね、作られている。で、成立してきてからのっていう風に見ていけますから、このライン、まあ、ヒゲまで加味した場合は、ここですよね。こういった形で三存成立というふうに見ていけるでしょうということで、このラインでございましょうかね。まあ、このラインが抵抗線として効いてくるかなというふうな形になっておりますから、まあ、右上がりの三存みたいな感じでね、意識はできる。まあ、押しがちょっと弱いのでね、これ、まあ、三存、まあ、ここがもうちょっと下に落ちてくればね、三存なんですけれども、まあ、そこはあまり意識されてないかな。それよりも上昇チャンネルの方がやっぱ意識としては強いですかね。かなと思いますからね。まあ、三存はなさそうですね。今のを見る限り。ただ、高値を結んだラインを、突破できるかどうか、それは意識はされてるでしょうからね。このライン。はい。このラインはおそらく意識はされてるでしょうから、上がってきた時に、このね、高値を結んだラインが抵抗線としてぐっとまた落ちてくる、落とされる可能性がありますので、そこには注意をしておきましょうか。ですから、上昇チャンネル内に戻ってきた時は、この高値を結んだラインの、大体、ドルベースでいくと66ドルぐらいでの抵抗がね、入る可能性がありますので、ここは注意をしておきましょう。まあ、とにかく、上昇チャンネル内に帰ってきたらロングインの場所になりますからね。ここは、まあ、プラスとして捉えておいてもいいでしょうけれども、今割れ込んでいますから、そして雲の中に突入してますから、いいですか？45ドルぐらいまでの下落には備えておいてください。よろしくお願いします。で、あとは4時間足レベルの弱気雲もね、ちょうどもうこの高値を結んだラインよりも下側にありますので、もうこの高値を結んだラインにチャレンジする前に、ここ、もう62ドルぐらいで押される可能性がありますので、そこも注意が必要でございますよね。まあ、ただアバランチに関しては、まあ、広い範囲でのね、上昇トレンド、上昇チャンネルが、まあ、ある程度効いているかなと思いますので、まあ、回帰してきたら、戻ってきたら、長期目的で、持とうかなと思っている方は、ロングイン、いわゆる現物をね、買い集めていってもいいんじゃないかなと思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい。まあ、割れ込んできましたけど、なんとか戻ろうとしておりますから、まあ、今ぐらいのネジから、長期保有目的で持とうかなと思っている方は、現物の仕込み場としては、特に悪くはないで、44ドルぐらいね、さっきの日足の雲の片地、44ドルぐらいで、差し値を置いとけば、落ちてきた時に引っかかって反発狙いでね、いける可能性がありますので、ここは、差し値を44から45ドルぐらいで置いておいてもいいんじゃないかなというふうな、感じがしております。よろしくお願いいたします。で、短期並びに FX 税が、かける。それこそ、アバランチ、は他のいろんな取引所でも扱ってると思います。FX 関係はね。ですから、ここ FX 関係をやる方は、どうでございましょうか。まあ、この、
上にね、回帰してきてから、上昇トレンドの中に入ってきてからロングインをしていく。で、この上端値66ドルぐらい。まあその前の62ドルで押される可能性がありますから、62ドルで、半利確で、高値ラインでの66ドルで、全部利確をしていく。で、ブレイクしてきてからもう一回ロングインをして上を狙っていく。みたいな形。95ドル付近を狙っていく。みたいな形でね、見ておくのがいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者の方がなんといきますよ。チャンネル登録者様の方がなんといきますよ。なんと9502名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。9500名をね、突破したということで、もうあと1万名様まで500名様を切ったような状況になります。これもね、一人に皆様の高評価であるとかバットボタンでも構いません。あとはコメント等でございますよね。ここが要因でやっぱり YouTube のおすすめに上がっているのかなと。そしてあとは、Twitter の方のリツイート並びにいいねボタンですよね。これがやっぱりめちゃくちゃ効いておりますので、もしよろしければ、ツイッターの方も私やってます。ビットマン TV でやっておりますから、よろしければここね、フォローしていただいて、動画のリツイート、動画流してますから、はい、あげましたよ、YouTube であげましたよ、みたいな形で、ツイートしてますから、そこのね、リツイートを並びにいいねボタンをね、押していただければ嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信以上となります。第2部の配信は、また、今日はちょっと早めにできるかもしれませんから、10時、11時ぐらいにね、配信をしていこうかなというふうに思っておりますので、それまで楽しみにお待ちください。